皆さんこんにちは、リトルビーガーデンのみーこです。今年も大根の季節がやってきましたね。実はこのリトルビーガーデンではナチュラルライフがついていますが、そのナチュラルライフで一番再生されている動画が自家製たくあんの動画なんです。完全無添加でとっても美味しくて、動画アップ以来再生回数は今年で190万回を超えました。そしてたくさんの方々から美味しかったとコメントをいただいていて、私もとっても嬉しいです。皆さんもぜひこの動画を見ながら一緒に作ってみてくださいね。洗った大根をつけやすい大きさにカットしていきます。ちなみにこの大根は干しても干さなくても大丈夫です。私は干さない方が好みなので、そのままつけていきます。次はピーラーで大根の皮を剥いていくんですが、よくコメントでご質問いただくのが、大根の皮が好きなので剥かなくても大丈夫ですか、というご質問。もちろん大根の皮が好きならそのまま剥かなくても全然大丈夫です。自家製ということは自分好みに作るということなので、いろいろあれやこれや試して作ってみるのも楽しいんです。ちなみに我が家も一度だけ大根の皮を剥かないで漬けたことがあるんですが、少したくあんにえぐみが残るような感じだったので、やはり皮を剥いた方が美味しく感じました。味覚は人それぞれなので、毎年作って自分の味をぜひ見つけてみてください。皮を剥いた大根を今度は半分にカットしていきます。今回購入した大根はとても大きくて、2本だけ購入しましたが、この2本でなんと 2.5 キロもありました。最後の大根を切り終えたら、今度は第1段階の塩漬け作業です。我が家で漬物を漬けるときにはこの漬物袋を使うんですが、今回はこのゴミ袋でも漬けれるかどうかやってみようと思います。漬物袋はビニールの厚さも厚いんですが、これはちょっと薄いのでなんだか嫌な予感がします。物は試しということで、とりあえずこの袋の中に先ほど皮を剥いた大根をすべて入れます。このビニール袋を使わなくても漬物ダルにそのまま漬けても大丈夫です。私はこのビニールを使って漬ける方が楽なのでビニールを使いますが、皆さんはお好きなように漬けてみてください。次は漬物の第一段階の作業です。ここで1キロの大根に対して60グラムの塩をまぶしていきます。袋で漬けるとこの作業がとても楽です。しかもまんべんなく塩が混ざってくれるので、すぐに水が上がってきてくれます。嫌な予感が的中です。大根に塩をなじませている間に袋を破いてしまいました。仕方がないのでこのまま漬けていくことにします。ここで袋の中の空気をしっかり抜いておき、袋をひねって最後に口を縛っておきます。いつもたくあんを漬けるときに使っているストッカーにはまだ今年漬けた味噌が入っているので、今回はこの小さい方のストッカーを使っていくことにします。と言ってもまだ大根に水分がたくさん残っていて、このストッカーにも入りきらないため、とりあえず大きめのボウルを使い、小さめのストッカーには水を入れて重しに使っています。本当はこのまま3日から5日塩漬けにしておくんですが、袋から水分が流れ出てしまい仕方がないので、そのままストッカーに移してから塩漬けしていました。こんな感じで漬ける容器は何でもいいんです。家にあるものを使って代用してください。
大根の塩漬けができたら、今度は甘酢に漬けていく作業です。その前に、塩漬けした時に出た大根の汁はすべて捨てておきます。甘酢漬けに使う材料をご紹介していきます。このだし昆布と鷹の爪は適量です。うちでは米酢を使用していますが、ご自宅でご使用しているお酢を使用してくださいね。最後に砂糖なんですが、うちではいつもきび糖などの砂糖を使用していますが、これも酢同様に家にあるものを使用してください。そしてこの塩漬けしたたくあんを、今回はこのジッパーのついた袋を使って漬けていこうと思います。実はこれもよくご質問いただくんですが、漬物用のビニールではなくてジッパー付きのビニールでも大丈夫ですか、というご質問。少量なら大丈夫なんですが、量が多くなるとちょっと難しいんですよね。なので塩漬けが終わって甘酢漬けにするぐらいなら、大根のかさもだいぶ減っているので、今回は試しに使ってみることにしました。塩漬けした大根をすべて袋に入れたら、ここに先ほど用意した甘酢漬け用の調味料をすべて入れていきます。たまに作り方を間違えて塩漬けする前に塩と一緒にこの甘酢漬けの調味料も入れてしまう方がいるんですが、多分そのやり方でもたくあんはできると思うんですが、私は試したことがないので、それも今度試してみようと思います。今回は 2.5 キロの大根を漬けていますが、多くても少なくても作り方は一緒です。もし仕上がりの味が心配な方は、少量の大根で試しに作ってみるのをおすすめします。調味料をすべて入れ終えたら、袋の口を閉じてお酢と砂糖をなじませておきます。この袋に調味料を入れる前に先に合わせておいても大丈夫です。酢と砂糖がなじんだら、袋の空気をすべて抜いておきます。最後に袋のジッパーをしっかり閉めて、これで甘酢漬けの完了です。このまま約2週間ほど漬けておきます。このまま重しをすると多分汁がこぼれ出てしまいそうなので、とりあえずは袋ごとストッカーに入れて漬けておくことにします。この上に適当な重さの重しを置いて、このまま2週間ほど待ちます。というのも、去年は柚子をたくさんいただいたんですが、今年はまだ一つもいただいていなくて、買い物は週1でまとめ買いをしているため、柚子はまだ買いに行けていなかったんです。そして柚子を買いに行こうと思っていたそのタイミングで柚子をたくさんいただきました。ということで、早速柚子の皮を剥いて刻んでいきます。柚子は白い部分に苦味成分があるため、黄色いところだけを包丁でそぎ取っていきます。柚子に包丁を入れるといい香りが漂ってきます。柚子ってなんでこんなにいい香りがするんでしょうね。柚子が大好きな私にはこの香りがたまりません。そぎ取った柚子の皮に白い部分がついていたら、丁寧に取り除いていきます。白い部分を取り除いた柚子の皮を今度は千切りにしていきます。大きな柚子を丸々1個千切りにしたので、半分は冷凍保存しておきます。これは他の料理に使ったり、たくあんの飾り付けにも使えます。去年たくさんいただいた柚子は冷凍できるのを知らなくて、全部柚子ジャムに使ってしまって後で後悔したんですよね。今年は果汁と皮両方とも冷凍で保存しておきたいと思います。
ジッパー付きの袋で甘酢漬けをしていた大根ですが、ジッパーは閉まっていてもやはり少し漏れ出していますね。重しを置くとどうしてもこうなってしまいます。この袋の中に先ほど絞った柚子の果汁と千切りにした皮も一緒に入れます。柚子の果汁もあまり入れすぎると酸っぱくなってしまうんですが、私はたくさん入れた方が好きなので大きい柚子でしたが丸々1個分入れています。柚子の果汁を入れすぎて酸っぱくなってしまっても時間が経つと馴染んでまろやかになってきます。今回は甘酢漬けしてから2週間ほど経ってから柚子を入れていますが、甘酢漬けをする際に一緒に柚子を入れても大丈夫です。たくあんを仕込んだ時の大根の重さや調味料の分量をメモしておくのも大事です。住んでいる地域によって気温も様々ですからね。浸かり具合もそれぞれということです。このまま数日置いて味が馴染んだ頃に味見をしてみて、その味で満足できたら漬け汁をすべて捨てて、あとは冷蔵庫で保存しておきます。この柚子の絞りかすですが、お茶パックに入れてお風呂で入浴剤として使います。そしてこの冬2回目のたくあんももうすでに仕込んでいます。塩漬け2日目、だいぶ水が上がってきています。そしてこの初めに漬けたたくあんを今日は試食してみます。たくあんの漬かり具合がちょうど良かったら漬け汁をすべて捨てて冷蔵庫で保存します。保存の目安は約2ヶ月。私は期間が過ぎてもすべて食べきります。はい、ということで今日の動画はあの大人気のたくあんを漬けていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。